トルコ陸軍の旗トルコ陸軍はトルコ共和国の陸上国防体制の基礎となる陸軍組織である。設立は第一次世界大戦の敗戦から始まる一連の動きにより1920年であり、第二次世界大戦ではドイツからの要請を交わし続けたために集結まで中立国だったが、冷戦初期から西側諸国として NATO による集団的自衛権維持と 国益に沿う個別的自衛権行使を担当している。PKO など国連関連の活動にも積極的に参加するとともに近代的な装備を保有する世界全体で10位以内に入るとされる強大な戦力を持つ陸軍である。東西冷戦時代初期からの集団安全保障体制、NATO 機構軍の原価盟国であるとともに、 キリスト教国以外で唯一のナト o 加盟国として2015年現在想定員数約65万人を誇る陸軍組織によって広大な国土を防衛しており国民開閉制度を実施している強大な陸軍組織を持つ国家である。首都アンカラが所在するアナトリア半島はもちろんのこととして欧州側にも国土を保有する国として地政学的に非常となる ナトーカメ国全域に対する重要な戦略的要衝としての役割を担っている。東ヨーロッパから国会にかけての集団的自衛権行使によって、隣国ギリシャ軍と共にバルカン半島の主要な西側反共国家として、東西冷戦時代を通じて有効な抑止力であり続けた。現在は冷戦崩壊後の陸軍近代化に力を入れており、 成人男子に対する徴兵制は第二次大戦前から一貫して維持しているが21世紀初頭からは組織の効率化や新型国産戦車あるイの製造開始など新時代に機動的に対応可能な国防力整備に力を入れている第一次世界大戦でオスマン帝国が解体されて依頼自主国防体制を強化してきたがその後の第二次大戦では 中立国家として、いずれの陣営にも参戦しなかった。そして1950年頃からの本格的な冷戦構造到来とともに、NATO に加盟し、西欧諸国以上に重要な役割を担った1960から1980年代には、領海内での徹底的な国防体制を敷き、1990年代初頭にソビエト連邦の崩壊と、 ユーゴスラビア紛争などを経て、東側諸国の冷戦敗北と、西側諸国の勝利を実現するにあたり大きく貢献したとされる。明確な国防方針とともに、冷戦終結に至るまで一貫して、西側諸国として独立を守ったトルコ共和国は、現在もドイツ連邦軍などとともに、アメリカ合衆国軍とのニュークリアシェアリング協定を締結しているために、 実質的な核抑止力を保有している国家である。はっきゃり山岳コマンド旅団の兵士アッコブ -15t-155 ファティナ UH-1 ありがとうございます。